今日はうちのね不良の子たちがあのボランティアで掃除してきますんで、朝8時から夕方まで作業するということで、結構ね力仕事ですよね。草もいっぱい生えてるので綺麗になると気持ちいいですよね。あの住んでる人たちも喜んでくれているので、で毎年やってるっていうことで、あ毎年やってます。ではじゃあ作業の方お願いします。住んでる人のね、こうなかなか綺麗にできないんで、こういうボランティアでやってあげるとあれですね。あのみんな喜ばれますね。じゃあ上から掃除を。はい。はい、だいぶね木がね茂って、なかなか普通の人にはね手が入らないところなんで。だいぶ高いですね。はい。綺麗になると気持ちいいですね。お疲れ様です。今日はだいぶ綺麗になりましたね。なりました、うん。大変でした。そうですね、結構大変でした。ありがとうございます。今日どうでした？今日は、まあ、楽しかったけど大変でした。それをやるのって地域の皆さんのためですよね。あ、そうですね。大変でしたね。だいぶ暑かったんで汗もかいたんで。楽しかったです。あ、楽しかった。やっぱ綺麗になるとね、あの、はい、気持ちいいですよね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらがね、今日一日少年たちが掃除した水路になります。しかもね、綺麗にあの刈られてて、とても綺麗になってますね。苔の方もだいぶ綺麗に落ちてます。水路もね、もうゴミがない状態です。今日の彼ら一日お疲れ様でした。